ムパチターの水木彩です。本日はですね、北電子さんから出ますジャグラーシリーズでは初となりますね、6号機のアイムジャグラー EX、 こちらの機種がですね導入されるということで、早速シダの方しにやってまいりました。もうだいたいみんな指してくれてると思いますけど、今回も設定6打ちます。で、ジャグラーといえば55じゃないですか。55だけに55回転ではなく、555回転でもなく、今回はなんと5555回転分回していきたいと思います。そしてその挙動がどうなったのか、みんな気になると思いますので、回転数何回転で当たっただとか、グラフだとかを最終的にみんなにお見せしていきたいと思います。分回すんですけども、実はもう私朝8時からもう来まして、すでに1500回転ぐらい回してある状態です。再びカメラを設置してスタートしていきたいと思います。じゃあ早速シダの方行きたいと思います。それでは早速シダの方行きたいと思います。音はいつも通りのね、アイムジャグラーだなっていう感じの、マックスベットをした時の音と、リールが回る時、そしてこのボタンを止めた時の音、ジャグラーやパッと見あんまり変わんないんですけど、この辺とかはねいつも通りの感じなんですけど、ここになんか新しくジャグラーという何やらなんかありそうな感じのものがついております。あとはなんか何やらランプがちょっと豪華になったみたいなので、いつも通りのジャグラーなんですけど、新しい要素も入ってるみたいなので、ちょっと楽しみながら打っていきたいと思います。スペックなんですけども、従来のアイムジャグラー EX が設定6で 134.3 分の1で、設定1で約 176.2 分の1だったんですけども、今回ちょっと軽くなりました。今回のアイムジャグラー設定6で約 127.5 分の1で、設定1で約 168.5 分の1になっております。なんで結構遊びやすい感じになったのかな。ボーナスでのビッグボーナスの枚数がやっぱ6号機ということでちょっと減っちゃったんですね。今回がビッグボーナス約252枚で、レギュラーボーナスが約96枚と少しばかし減りました。減っちゃったんですけど、でも機械割り上がってるんですよ。ということは回りやすくなったっていうことですね。ベースが上がったと。従来であればブドウって7枚だったと思うんですけど、8枚になりました。まあ1枚増えましたねというところ でちょっとブドウの確率とかはどうなってるかちょっとねまだわからないので、まあ今ピコピコちゃんとその辺もね数えて、最終的にいくつになったのかお見せできるように全部数えてますから、チェリーとブドウと、あとはそんなに変わってないです。ジャグラー好きの方はいいかなと思います。あと6は1対1だとか、設定5はレグのが軽いとか、そういうところも変わってないです。で、今回結構本当にベースが高めなんで、100ゲーム回した時に多分従来のアイムジャグラーと今回のアイムジャグラーで残ってる枚数そんなに差出ないと思うんですよね。そう考えたらすごいいいんじゃないかなと思いますけどね。みんな大好きアイムジャグラーですよ。おじいちゃんおばあちゃんの愛するアイムジャグラーですよ。だってこんな分かりやすくていい台ないですからね。光は当たってんだから、難しいことは何もいらないですよ。光ればいいんだから、気持ちで打ってるんで。だからあのおじいちゃんおばあちゃん引き強いんですよそんな当たったびっくりした。いきます。はい、あはは、レギュラーでした。単独レグですね。そこはビッグにしてよ。でレギュラーはまああのいつも通り順押ししていただければ何も狙う必要ありません。はい、アイムジャグラーあるあるですね。
なんか私もパチ屋で、まあ、働いてた時かゴリッゴリの6みたいになっちゃってて、あれ6ですか5ですかみたいな聞いた時に、あれ設定3なんだよって言ってて、もう頭抱えるわって言って頭抱えてたんで、そんなに出る予定じゃなかったのにって言って頭抱えてました。3が意外と暴れてしまうっていう、間違えて出ちゃうことが多々ある設定3みたいな。アイムだからあるあるですけど、6だけブドウいいじゃないですか。あとの設定はもう一緒じゃないですか、1から5までブドウが。だから数えてる人でも5だと思ってるんですよね。4、5あると思って、あお光った学校って言った。今106ゲームです。へい、あリプレイ、えい、シビック単独ビッグです、はい、で書いてありますけど、カウントが280枚超えたら終了ということで、これで終了ですね。曲もね、アイムジャグラーらしい音楽でしたね。いつも通りのね、てってれれって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 、よし、学校って言われるとびっくりするんですよね。48ゲーム、よいしょ、へい、チェリーレグ、チェリー上腹レグです。てん、はい、2000回転目はリプレイ。ただいま2000回転回しまして、ただいまブドウが 6.1 で、単独レグが7回、単独ビッグも7回、こう難しい感じで作っ、うるるるるがコンってなった。93ゲーム、へいへい、単独レグです。最近青い光った、光りました。148ゲーム、おい、やっとビッグ、単独ビッグでございます。お、先っぺか当たりました。461ゲーム、えい、単独のレギュラーでした。当たった。226ゲームです。へいよっ、ビッグボーナー、お、さっきペカペッカペッカ、はい、レグ、単独のレギュラーでした。ただいま3000ゲーム回しまして、今のところブドウが 6.48、 単独ビッグが8回、単独レギュラーが10回、あと2555ゲーム、頑張ります。チェリーから光りました。396ゲームですね。おい、あ、当たった。光った。さっきペッカ。3ゲームですね。ビッグならあの曲流れます。ほら。はい、光りました。79ゲーム。はい、レグ。単独。はい、光りました。9ゲームです。単独ですね。よ、はい、タンバケ。お、光った。まあ158ゲームでーす。えい、ビッグ。
おいし、勝ったー。70ゲーム単独レギュラー、はい、5000じゃなくて4000回転。ただいまぶどうが 5.9、 めちゃくちゃいいな。まあ当たってないんでね、ちょっとさっきからね、その分ぶどうがめっちゃ良くなってるのかもしれないです。単独ビッグ10回、単独レグが13回、あと1555ゲームです。頑張ります、はい、光りました。157ゲームです。はい、ああ単独レギュラー早い。35回転、レグ、おお光った。はい、ビッグ光りました。83ゲーム、ベッカービッグ、よし、おー当たったー。2回転、おおタイミング変わるじゃないですか。おおほら、おいしレグなんだよな。おいしピック、はい、イエイピック、お当たったで、よっしゃ、残り5回転、1、2、これラスト5、あ終わった、5555回転終わりました、終わりました。さすがにちょっとね疲れましたね、この体勢だからかな。はい、ということで終わりました。5555回転無事達成ということで、結果の方はエンディングでちょっと喋らせていただきたいと思います。シダ終了しました、お疲れ様でした。もうね誰も褒めてくんないよ、5555回転一人で回してさ。ということで5555回転無事達成しまして、結果の方がですね、子役の方からいかせていただきます。ぶどうが 5.947 分の1、チェリーが 32.29 分の1、ぶどうがやっぱ圧倒的にいいで、10代のアイムジャグラー EXだと大体まあ設定6で約6.1分の1ぐらい、今回 5.9 なのでほとんど多分それに近い数値になるのではないかなとは思います。5555回しまして、合算が120分の1で、ビッグ20回、レグ26回、機械割りが 106.29%、サマイ数1121枚、まあいう感じで設定6よりお気持ち程度にねちょっと上回ったかなぐらい、まあ、大体ちょうどいいぐらいに数値にはなってくれました。途中めちゃくちゃ下算したんですよ、私設定6にちゃんとしたよねっていう不安になったんですけど、最終的にはちゃんと6になってたと。単独ビッグが15回、チェリー重複が5回、単独レグが21回、チェリー重複5回という感じです。前作と似た感じだったらチェリーの方が設定差大きくなってるとは思うんですけども、その辺もまだ今の現段階ではわからないですけど、今回はこんな感じの結果でした。という感じでアイムジャグラー EX 6号機新しく出るはずの設定6を5555回転回させていただきました。今回の試打させていただいたアイムジャグラー EX、導入予定日が12月中旬頃となっておりますので、皆様導入された際にはぜひ打って楽しんでいただければなと思います。今回も見ていただきましてありがとうございます。またねー。